こんにちは、株式会社デントランス代表司会司黒徳です。開業シリーズの、一つですが、今日はですね、引き継ぎ開業 M&A のメリットをお伝えしたいと思います。4つあります。まず1つ目は設備が揃っているということで、もうすでに医療機器が揃っているチェアがある、中が歯科医院の、設備、歯科医院専用の形になっているということですよね。これはどういうことかというと、設備が揃っていることによってですね、開業のですね、費用が抑えられますよね。開業資金、開業費用、っていうのが、抑えられるということになります。まあ、新規開業に比べて半分以下になるということが、M&A 引き継ぎ開業のメリットであるということですよね。そしてすでにもう患者さんがいるということで、まあ、事業計画であったりとか、売上利益が見込めますので、事業計画であったりとか借金の返済計画が立てやすいということですよね。3つ目、業者さんのルートがもうできていますので、新たに、業者を探す必要もなく、まあ、一番今の状態のベストな業者さんがいるはずですので、まあ、そういったところの時間を使わなくていいっていうメリットは非常に大きいです。まあ、ルートの確保がもうされていると、ここに時間を使わなくていいので、診療に集中することができます。人材がすでにいます。スタッフがいますので、いちいちこれからですね、まあ、大変な採用であったりとか、まあ、教育っていう時間がですね、まあ、ほぼなしでいけるっていうようなメリットがあります。まあ、こういったメリットがね、引き継ぎ開業 M&A にはありますので、ぜひね、やっていただきたいなとは思うんですが、まあ、なかなか歯科で M&A って聞かないと思うんですけど、まあ、これ結構普通に、他の業界ではされている方法でありますし、まあ、ただ歯科ではですね、こういったケースは稀ですので、歯科専門の税理士にお願いする、あるいはコンサルタントにお願いするということが必須だと思いますので、まあ、デントランスでもご相談があればお答えしたいと思いますので、ぜひ相談していただけたらと思います。